さんです。スーメタルです。ユイメタルです。モアメタルです。私たちレビーメタルです。はい、どうもよろしくお願いします。仕上がっております。よろしくお願いします。ちょっと距離感感じてますけども、何ですか？大丈夫？大丈夫？いや、これ実は僕はまあ実はラジオの方でね、はい、お会いしたことあるんですけど、今日はもうフル装備でということで、はい、はい、あ、僕もっとねメイクがゴスっぽいイメージあったんですけど、あ、そうですかね。でも多分一番メイクが濃かったのは、うんうん、ヘドバンギャーの PV の時、あの時やっぱり、はい、でもなんかつけまつげもつけたらしいね、はい、初めて。どうでした、つけまつげつけて？重かったね。え、感想が？まぶたが落ちていく感じがする。重たかった。なんか寝てる人がおるでみたいに見えたって言ってました、スタッフさんも。ずっとこうバタンほんで今回もちょっとナチュラル風になったんだな、これな。はい、そうですね。うん、そうなったね、うん、はい、じゃあよろしくお願いします。もう今もう超話題のベビーメタルさんでございますけども、まあまあアイドルとメタルを融合して、融合してベビーメタル、はい、これしかもワンワードで言うんですもんね。はい、ワンワードです。中黒とかいらないですよね。何もいらない、何か入れようか。全然大丈夫、いらないです、わかりました。あとベイビーメタルと間違う人が多いよね。そうなんですよね。言うて言うて違うじゃん。はい、ベビーメタルはヘビーメタルとベビーをかけてベビーメタルなので。そういうことか。はい、そうなんですよ、うん、知ってる。ベイビーメタルじゃなくてベビーメタルです。なるほど、今日は勉強になりますけども、まあ、勉強ついてもう一ついきたいと思うんですが、はい、まあ、ヘビーメタルといえば僕メロイックサインっていうね、こういうもうロニー・ジェームズ・ディオがよくやっていたこういうサインあるんですけども、ベビーメタルさんはちょっと違うんですよね。そうなんです。キツネさんなんです。え、キツネさん、キツネさん、でもこれなんかルーツをたどると皆さんがちょっと間違えたみたいな。はい、うん、なんかこういうのやってっていうなんか写真を見せられたんですよ、うん、はいはい、なんだけどよく分かんなくて、うん、なんかあ、キツネさんだって言ってみんなで、うん、なんかキツネさんってやってたら、うんうん、まあキツネさんでいいかってスタッフさんも、はい、そう、勘違いからっていうんですよ、始まったよね。すごいですよね。まあでも今やそっからもうすごい、もうライブ会場とかもヘビーメタルライブですもんね。あれ雰囲気が ね、雰囲気が、いやですから、もう何度かライブ見させてもらったんですけども、スーさんがまあちゃんとシュッと歌って、はい、そしてモアさんとユイさんがもう踊り倒すという、はい、あの一回もバックダンス言ったら違います、サイトダンスですって言ってましたもんね、はい、横でボーカルの前か前、ね、横か前で踊るみたいな。しかもあれすごいですよね、激しい。どう言うたらいいですかね、説明するとしたら、踊り最初出て行った時とかグワーってこう、そうですね、ガーって右に左にね走ってとか、はいはい、でもいじめダメ絶対の曲の時は、はい、モアメタルとユーメタルがステージの端っこから走るところがあるんですね、うん、そこはあのレッスンの時で最初に先生から言われた時、うん、びっくりしたよね。ね、そんな振り付けがあるんだって。そりゃそうやだって一回いなくなっちゃうんですよ。あ、曲が。はけるというかね、うん。はけてからまた出てくるって感じで、うん、絶対これスーちゃんだけの部活みたいに一瞬、スーちゃんだけの曲って思う人もいるから、ね。ああ、そうかそうか。スーメタルさんだけのソロ曲かなと思っちゃうと。最初にスーちゃんしか出てない。スーちゃん、スーちゃん言うから、もうあれかな、あのスーちゃんなのスーメタルさん、はいはい、スーメタル、うん、以上です。はい、わかりました。意外なところで終わりますからね、油断してたらあかんわ。いやでもほんと激しくてもうすごいライブで大人気なんですけども、もともとはですね桜学院、もともとというか今も桜学院のメンバーさんなんですよね。はい、そ、ね、はい、その桜学院の中の部活動として、部活動、はい、何部、十音部ですね。十音部、十音部どういう字書くんですか。重たい音なんです。そうなんや。はい、だから軽音の真逆ですね。そういうことで重音部。え、他に何部とかいろいろあるんですか。帰宅部と、帰宅部、クッキング部、あ、クッキング部、新聞部、あと科学部とテニス部と、意外と他普通やね。バトン部。あ、バトン部。いろいろあるんや。え、まあ、皆さんは重音部だけに所属してるんですか。いや、クッキング部に所属してる。2人は兼部してて。兼部兼ねてるんや、部を。え、クッキング部と十音部、2つだけ。2つもクッキング部が入ってんね、はい、あれ、スーさんは。スー十音だけなんです。あ、スー十音だけ。はい、あれ、他の部入りたいとかないですか。なんか
でもスーは帰宅部に憧れて。なんでなんでなんで。なんか帰宅部って、うん、あの衣装がパジャマなんですよ。え？パジャマ。頑張ってついていくわ。パジャマの衣装を着ていて、はい、でそれでなんか振り付けとかも面白いんですけど、うん、なんかゴロゴロって寝転がってたりとか、なんかビヨンってなんか伸びたりとか。もう今必死で頭で想像する。え、ビヨンって伸びるの？なんかわーみたいな感じの振りがあるんですよ。可愛い感じの。そうなんですよ。振りがすごい自由なので。うんうん、なんかそういうのをやってみたいなって。あ、なるほどね。お二人どうですか、他の部入るとしたらもう一個ぐらい入るとしたら何入りたいとか。モアメタルは、うん、もし今ある部活で入るとしたら、うん、テニス部に入りたいなと思ってます。なんでなんで。あのちっちゃい頃、小2から小4かな。ちっちゃい頃？今もちっちゃいの？ちっちゃくないですよ。そうやね。ちっちゃくない。ごめんごめん。おお、小2から小4の時にあのテニスを習ってたんですよ。やってたんや、うんうんうん、だから、うん、そういうテニス部に入ったら、うん、自分のテニス経験が活かせるかなって。あ、なるほどね、はい、そりゃそうだそうです。ゆうさんはゆいメタルは、あのスーメタルが実際に帰宅部なんですけど、帰宅部って曲とかで掛け声が多いんですよ。あ、そうなんや。お客さんと盛り上がれる感じがすごいあるので、それやってみたいな、やってみたいなと思うし、あと科学部も入ってみたいなと思って。科学部入ってみたい。え、どういう部？理科をテーマにしてて、あの理科が好きになるのをもっと広めようっていう感じの、あの部活なんですけど、はいはいはい、なんかやったら理科の成績とか上がるかなと思って。そっち？なんかそういうなんか用語が組まれていたりとか、CO2 とか。そうなんです。え、それ勉強になるね。そうなんですよね。勉強といえばでもスーさんですもんね。はい。得意勉強。得意です。これダメだ。はい、わかりました。じゃあそんな3人さんなんですけども、実はもっと彼女たちのことを知ろうということで、はい、今ハマっているものをちょっと持ってきてもらってるんですよ。はい。はい。じゃあ誰から行こうかな、持ってきてるというか映像か。はい、はい、まずスーさんから何ですか、ハマってるものは。はい、私がハマっているのは天然石です。天然石。はい、リアクションいいね。おお二度付けあ、そうです。それなんで天然石なんですか。あの天然石のお店で私のお母さんが働いているんですよ。はいはいはい、はい、でその関係で家に天然石がすごいいっぱいあるし、うん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 、あと最近働き出したので、あの一緒に勉強みたいな、天然石の勉強を私のお母さんと一緒に勉強して、それでその影響ですね。好きな天然石ってあるんですか、種類とか。はい、ラピスラズリと。あ、ラピス。はい、あとわかります。うん、続けます。はい、あとローズクォーツが好き。ローズクォーツ、はい、ローズクォーツはどういう石なの。ローズクォーツはピンクの石なんですけど、うん、なんかモテ運がアップするみたいな感じの、かわいいんですよ、すごい石が。石自体がね、はい、はい、そうなんです。しかもなんか3人がこの11月でさ、つい先日、ね、先月か、はい、シンガポール行く時も旅のお守りの天然石、はい、なんかね、お母さん作ってくれる、旅のお守りとされるターコイズの天然石を、うん、はい、そうなんですよ、をなんか作ってくれて、3人に2人もプレゼントして。ちなみにシンガポールが無事に終わったんですか。はいはい。なんかとんでもないことなかったの、なんか。あ、でもカエル食べました。ええ、カエル、カエル食べたの。はい。意外と食べたらどうでした。美味しかったよね、鶏肉みたいに。いやだーとかなかったんですか、そんな。最初はどうしようどうしようって言ってたんですよ。悩んでたけど、ちょっと悩んだけど、でもなんかみんな食べれば怖くないってなって。あ、そんな感じかな。でもな、みんな食べようって、うん、食べようって、そうですね、同時に食べたい、はい、一人だけパクッとこう食べないふりもなく全員食べて。全員食べたい。はぁ、あ、村さん食べたんや。食べました。でも、まあ、ゲテモノとかってまだ食べたことがなかった。その口からゲテモノって聞くとお前のよゲテモノ、はい、OK。 ゲテモノとか食べたことがなかったんで、うん、ずっと食べてみたいなとか思ってたんで。逆にすごいね。じゃあそんな話も聞きつつ、続きは CM の後たっぷり聞いてみたいと思います。コマーシャルです。いいよ。それでは続いてモアメタルさんにちょっとハマってるもの何かなって聞きたいと思うんですけども、何ですか。モアメタルは、うん、あのちっちゃい頃から大好きだったアニメがあって、うん、はいはい、キラニンレボリューションっていうアニメが大好きなの。キラニンレボリューション、キラニンレボリューション、はい、その主人公が、うん、あの着せ替えでカードで遊ぶんですけど、はい、着せ替えで服が上下とか上の服とか下の服とか、あと靴とか、はいはいはい、髪飾りとか、いろいろ自分でいろいろコーディネートできるんや。遊びがあるんですけど、はいはいはい、それを眺めたりする。ん？眺める。眺める。どういうこと？あのちっちゃい頃から、
作ってたんで、うん、そういうのを、うん、だからちっちゃい頃作ったままのものがそのまま残ってた。なるほど。あの時の私が作ったものが見れる、眺める。はい。しかももうそのアニメもやってないというか、やってないです。作ってないからね、眺めちゃうだけという。あ、今ちょうど写真出てますけども、これすごい量ですね。たくさんの量がありますけど、どっかにありますから。たくさんあるんです。たくさんありますね。でもそれで自分が集めたやつでやっぱり作り変えたりもします。あ、そうなんや。そうなんです。かわいらしい、いいと思います。ありがとうございます。続きましてゆいメタルさんなんですか。はい、ゆいメタルがハマってるものは、うん、桜のシールです。桜のシール、うん、あの前からシールはすごい集めてたんですけど、うん、最近卒業シーズンになってきて桜のシールが増えてきたんです。あ、そうかそうか、うん、だから可愛い桜のシールとかたくさん出てきて、うん、何に貼んの。たまにあのケースにシール貼ったりとか。ケースにね。やっぱあのケース、透明のケースとかに、透明のケースちょっとデコったりとか。デコちゃう、うん、あとは手紙に貼ったりとか、シール交換もするんですよ。あ、そうなんですか、楽しい。あとブログなんか手書きでやってるらしいですね。そう、桜学院、桜学院のブログ、野球日誌として、うん、日誌として日誌として、そうです。手書きで書いたのをまあアップしてるというか、そこにシール、ルーズリーフに書いて、ルーズリーフ、ルーズリーフに書いて、それぞれの字も違うし、あとなんか絵を描いたりとかする人もいるんで。あ、ゆいさんの今ブログここ出てますけども、字綺麗ねこれ。いやいやいや。いやマジでマジで。しかもゆいちゃん絵もすごい上手いんで、時々絵とか載せてるんですよ、ゆいちゃん。あ、うまいねー絵が。すごいね。カシャカシャ何でもできちゃう。いやでも今日はね、ライブでは絶対 MC しないですもんね。はい、されてない。だから貴重ですよ皆さん。しかもライブでは表情は笑ってはダメとかあるんですか。そうなんですよ。今日は重くそやってくれてますけどね、ありがとうございます。さあ、そんなベビーメタルさんが1月の9日にメジャーデビューシングルになるんですよね。はい、リリースします。タイトルなんですか、教えてください。せーの、いじめダメ絶対。強いメッセージがすごい曲です。昔からやってたらしいですね、これ。はい、そうなんですよ。私たちが結成して2年間、ずっと約2年間ぐらいずっとライブでだけやってきていた曲なんで、本当に私たちにとっても大切な曲ですし、お客さんにとっても大切な曲になってるみたいで、なんかこの曲のイントロが流れるだけでもうなんかおーってなるので、おーってなるね。でも振り付けもこれすごいもう皆さん浸透してるみたいですけど、ちょっと簡単に教えてもらっていいですか。サビの部分とか、サビは影のキツネさんを作ってもらう、はい、それをクロスさせて、はい、スーちゃんの歌声に合わせて、せーの、いじめダメ、いじめダメ、かっこいいよ、ダメ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 っていう風に。これは簡単にできる、楽しい、はいはい、ね。だからぜひライブとかでもやってもらいたいな、うん、あ、お客さんに一緒にやってもらいたいな、わ、はい、かりました、一緒にしたいと思います。お願いします。そしてカップリングの方なんですけど、カップリングがベビーメタルですという、はい、これまたライブでおなじみの。そうですね、オープニング曲になるんですか。はい、やっぱり盛り上がる曲なので、なんかこの曲の中にも、うん、フリーの中にはなんかそういうなんだろうな、いじめの中のフリーとか、うん、なんかそういういろいろな曲のフリーが組み込まれてるんですよ。はい、一番盛り上がる部分。そうなんですよ、盛り上がる部分の振り付けをいろいろ組み合わせて、あ、そうなんや、曲の振りになっているので、うんうん、なんか本当に盛り上がるための曲っていう感じですね。準備運動みたいな。そうですそうです。そうかそうか、はい、ただライブで始まる前になんかこのお二人、両脇のお二人がちょっと過剰な動きを袖でずっとしているという情報をキャッチしたんですけどね、スーさんの中では普通本番前こうちゃんとしようとかこう静かにしてると思うんですけど、二人どんな感じなんですか。まあ始まる始まるとかって、うん、緊張するよとかになってしてへんやん。まさ緊張してないでしょ。緊張するんですよ、すごい、うん、でもあの後ろに骸骨さんがいるんですよ。あのベビーボーン、あー、はいはい、野球選手されてる骸骨さんがいて、うん、その骸骨さんに手振ったり、あと下から幕の間にちょっと隙間空いてたりするときとか、はい、ありますね。そっからちょっと、そんなんしてんの。そう、じゃリラックスしすぎ。だいぶドキドキして。同じだ、そうなんやね。わかりました。ということで、まあ他にもですね、通常版に収録されているキャッチミーイフユーキャンとか、もうなかなかもうイントロコツコツなんて怖いみたいなね。そう、最初の部分ってあの、うん、コツコツはちょっとするじゃないですか、うん、そこが怖くて、うん、一人でレコーディングの時とかも怖かったので、うん、先生にあの最初の部分はあの飛ばしてやってくださいって。もう私聞かなくていいですから言って。かわいいですね。わかります。でもこんな彼女たちもライブ終わったらもうバタンってなるでしょ。
あ、そうですね。ただケーキがあったら、はい、ケーキ元気になっちゃう。元気になっちゃうね。食べちゃう。食べちゃう。ケーキで元気になる。うわ、キーで言うんだよね。言ってる場合ちゃうちゃう。ほんま言うてる場合ちゃうわ。ということで、ぜひとも皆さん CD チェックしてみてください。よろしくお願いします。お願いします。今後の予定なんですけども、まあ、詳しくはホームページをね、チェックしていただけたらと思います。本人さんもホームページ知ることが多いというね。実は2月に行った ZEP 東京売り切れたという情報も、実を言うと、後から聞いた。まあ、正直収録なんでね、さっき聞いて、わぁ、びっくりみたいな。ね、びっくりしたね。すごいよね。シングルもこれ6位に入ったってすごいですよね。今年どうしたいとかあります？目標何したい？今後ですか。ベビーメタルとしてのモアメタルとしては、うん、ベビーメタルでアニメに出てみたいなと思います。アニメを自分たちで絵描くのが好きなんで、書いてセリフとかも考えて、虫プロみたいな感じでセル画を塗ると。で、はい、で声優やってみたいんですよ。あ、声優そっちちゃうの？だから声も入れたいんです。いやでもほんまモアメタルってライブ中の表情素晴らしいですよ。本当ですか？もうコンとかしたりなんか見ててもミュージカルみたいやと思いますもん。あれ意識してない？全然意識してない。自然になっちゃう。すごいですね。ありがとうございます。ゆうさん今後どうしてとかあります？ベビーメタルで CM に出てみたいなと思って。何の CM 出たい？まああんまり細かいことあんま思ってない。分からない、それはね。でもなんか商品とかは何々ですって言って。あ、いいね。なるほど、すぐなっちゃうよこれは。あ、いいね、いいね。スーさんはベビーメタル全体としての目標として世界征服って掲げてるんですけど、なんか本当にやっぱりなんか世界の方に YouTube とかでいろんなコメントをいただいてるので、本当にやっぱりシンガポールにも行っちゃったので、本当になんか世界中の人になんかなんじゃこやって思ってグループを目指したいなって思います。わかりました、面白かったです。ただ最後にメッセージいただきたいんですけども、あ、お一人代表で、じゃあ代表でスーさん、はい、お願いします。はい、1月9日に私たちのメジャーデビューシングル1名ダメ絶対が発売されました、うん、この曲はすごくベビーメタルらしい曲になっているかなっていうふうに思っています、うん、そしてあと強いメッセージが含まれているので、少し背中を押してほしい時などに聞いていただきたいかなっていうふうに思います。そしてまたベビーメタルを知っていただきたいなって思います。皆さんぜひ聴いてみてください。はい、わかりました、ありがとうございました。以上ベビーメタルでした。 See you。 はい、本日のゲストベビーメタルさんでした。ありがとうございました。さよなら。